黒ぼ土は、日本でよく見られる土壌の一つである。黒ぼ土の土壌断面黒ぼとは、土の色と乾燥した土を触った場合のぼくぼくした、感触に由来し、古来からの農民による呼び名であった。また、国土と呼ばれることも多いが、日本国外の黒土と性質は異なる。また、地域によっては黒のっぽ、黒ふすま、黒に、がといった呼び名を使うこともある。 黒牧土は日本の国土の31%程度に分布し、国内の畑の約47%を覆っているが、国外ではほとんど見られない。北海道、東北、関東、九州に多く見られる。母材である火山海道と腐食で構成されている。表層は腐食が多いため色は黒色または黒褐色、仮想は褐色となる。 火山山麓の大地や平地でよく見られ、一部火山灰に由来しない黒木土も存在し、この場合は火山より遠く離れた地でも見られる。火山噴火により地上に火山灰が積もり、その上に植物が茂る。枯れた植物は分解されて腐食となり、長い時間をかけて黒木土を形成する。ローム層も火山灰を由来とするが、ローム層が形成された時代は、 気候が冷涼だったため植物が分解されず、黒木土とは異なる土壌となった。火山灰に含まれる活性アルミナと有機物が結合するため、日本国内の他の土壌と比べると有機物の含有量が非常に多い上、有機物の効力で植物に適した暖流構造をなす。保水性や透水性が良く、緻密度が低く、後期が容易であることから、他の土壌に比べて、 物理性は良好である。一方で、アルミナの影響で、リン酸分の吸着力が高いため、リン酸分が不足しやすく、施肥を行わないと痩せた土壌となる。黒ボク土は、土壌の発達程度、生成環境に応じて、以下の6つの土壌群に分類される。未熟黒ボク土は、リン酸吸収係数は低い。暗い黒ボク土は前層、または下層が、グラい化している。 多湿黒木土は主に排水の悪い地域にあり、滑走に地下水等の影響による反問が見られる。褐色黒木土は森林植生化において発達し、土壌有機炭素含量は高いものの土色は黒くない。ヒアルフェンシツグ土は共産性で岩手県南部、宮城県北部、東海、山陰に多く見られる。アロフェンシツグ土は北海道、 青森県東部、岩手県北部、関東、九州に多く見られ、ヒアロフェン質より、ン酸の保持能力が高い。FAO 土壌分類では、アンデサルズ、USDA 土壌分類では、アンダイサールズとされる。これらの名称は、戦後に GHQ が日本に派遣した、アメリカの土壌学者、ジェームズ・ソープらが、特徴的な不良土として、黒ぼ土を、 アンドソイルとして紹介したことに由来する。ありがとうございます。